自害には及びませぬ。して本日なしたる目はこどり、その一環は手に入れしか。やっぱり、ね、遊ぶってことは大事ね、うん、大事。それは絶対ね、うん、それはね、真面目人間でさ、うん、劇場とさ、うちの往復ばっかしてたら絶対いい芝居できないね、あれね、なんて言い訳はないけどね。いや、それはもう間違いなくそうです、ね、いやだからね、本当に舞台に行く時なんて ね、本番の時はすぐ帰らなくちゃいけませんうち。いや、それでもね、すぐ帰ってたらね、だんだんダメになる時あるよ。いや、バーッと騒いだ方があくる日ええことできる場合あるもんな。いや、もう、ね、うん、奥さんがね、もうまっすぐね、汗つかなくてもいい。何、急に汗かいてるんですか。順番に回るから、まっすぐ帰ってこなくちゃいけないって言ってましたよ。そんなことはない、絶対。あの、宇治はね、たまには遊びに行きなさいってよ。いや、嘘、ひろいさんと話してんの、もうしょうがないで。いや、疲れたらいかんって、遊びすぎて、うん、でもね、あの、いや、だから疲れんように遊んでくれたらええねんけどな、うん、もうあかんがやなって。僕はね、遊ぶ場合徹底して遊ばんと嫌なのよね。そう、だから怒ってる。中途半端遊ぶの嫌なの。例えば朝まで騒ぐとかね。本気で怒ってる。いや、怒ってるね。とにかくね、この人とうちの嫁さんと喋ってたらね、女同士が喋ってるみたいなのよ。まあいいね。いや、でもそうね、気が合うんだよね、割と。うん、でさ、だからいけないのよねとかなんとか言ってさ、二、うん、人でさ。新しい世界を作るホンダの提供でお送りいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。どうも。あ、これ落とすじゃない、お酒だ、うん、でも美味しい、うん、結構改まると喋りにくいけど、いや、まあいいじゃないですか、まあ、ね。で、こうやってさ、3人でこうやって会うのって初めてじゃん。うん、いや、舞台では会ってますよ。飲みに行った飲みに行ったってこと3人ではないんじゃない。ないね、個人的にはね、あるけどね。いや、だってでもほとんど外へ出て3人でってことはないよね。だってあんた外へ出ないもん。出ないね、うちこもりっぱなしで。いや、でも本当出ないから ね。いや、だいたいね、高尾ちゃんね、お酒飲めなかったんだよね。そうそう、全然飲めない。それがあの、いや、そうじゃなくてね、巡業の旅があった、うん、で、巡業だとね、何もやることないから、で、芝居が終わってどうしようか、飲めないでしょ、よし、行こう行こう、それでね、飲み始めたんだね。晩4時かな、うん、4時とか5時とか飲んでたわけよ。あの、太ったって言ってたでしょ。そう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 、秋が太ったからね、うん、そうそう、いや、あの巡業で5キロ超えて、1月で5キロ超えて、僕は12月はどこだったんだ。顔見せ、京都の。あ、僕は大阪。大阪の、あ、ね、あ、そうか。1月は1月は僕は浅草の公会堂、あと休みでしょ、ね、見に来てください。でももうあ、お客様で、お客様は私は新橋演舞場、はい、すぐ近くですから、もうでもね、私の方も稽古に入っておりますので。いや、稽古は浅草ってさ、あの、うん、我正月っていいでしょ、雰囲気がね、周りのね、雰囲気がね。あんまり人の劇場の宣伝しちゃいけない。演舞場もいいですよ、雰囲気が。雰囲気最高。上りがさ、道にこうずーっとこう立ってるでしょ、うん、あれがすごくいい感じで、何とも言えないね、うん、で、なんかこう、街ぐるみがその雰囲気になってるからね。Yeah.
ったことあるんでしょ。僕はある。あなたもあるでしょ。あります、ね、でもね、何回ぐらいやったの。ちょっと回数は覚えてないけどもね、うん、女方やった時にね、女方さんの強さってのはしみじみ分かったね。もうね、首が痛くなるでしょ、うん、あの椎茸のあれでかぶらされてさ、うんうん、もう首は痛いわ、帯はここで指締められてさ、お辞儀したってここになってさ、でこうやってこうやってたら後ろ首がどん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 大きくわけよね、うん、だからね、あれこらえてる女方さんってのは本当に強いと思ったね。そうだろうね。あのね、うん、マッサージとかしてもらうときにね、うん、もう子供のうちからもやってるでしょ、うん、そしたらね、こう体をやっててね、こう首やって、ああなたはくの体から計算して首が全然ね強いっていうわけね、うん、でだからきっとね、僕いや支えるものができるんだと思う。僕なんかそう、たまに女方やるでしょ、うん、すると帯締めて、うん、であの楽屋から舞台に行くまででくたびれたのね、息が切れて。そうそうそう、だから女方ってのは大変だよね。よ、それになんていうの、うん、普段立ち役やってるでしょ、うん、すると女になろうとしてもね、その俺は男だってこう心底で ね、 言いたい気持ちが出てくるわけ、うんうんうん、すと、まあ、あなたなんかさずっと女方でしょ、うん、すると、なんていうの、立ち役との接し方っていうのは、僕なんかこう立ち役とね、こうちょっと手握るなんていうのも、わあ気持ち悪いとか思うけど、あなたなんかそう普段ずっとそのやってると、その相手の人の なんて言ったらいいのかな、その感じ、そのどういう気持ちでその接しられるのかね、それは我々にはね分かんないね。でもそうね、こういろんな先輩から役を教わってね、ただ一生懸命形をやったりとか、その男の人とは立ち役とはこういうふうに色模様するもんですよとかね、あの教わってる時はね、割と感情なく一生懸命やってるのね、うん、それでもちゃんとまあ大人になってっていうかな、自分の感情がこう入ると、やっぱりどうしても自分の中の感情っていうのはね、こう好意持ったり、あのなんていうのかな、情が移った方がやっぱりやりいい、全くそうに思う。で僕は照れるのよね、うん、それは照れるよね、えなんだね、うん、でもさ、うん、もう僕なんかはね、あの僕なんかはっていうか、照れても照れなくてもやらなきゃならないんだから、照れずにやりましょうと思っちゃうのね、もうしょうがないとか。いやだから例えばさ、まああの立ち役でもね、うん、あこの人となんだかラブシーンやるのはなんだかこうこそばゆいなとかさ、うん、そういう気持ちがあるけども、全く例えばその立ち役さんとやってるとそういう気持ちってのは全然ないのかね。あの何くすぐったいみたいな気持ち、くすぐったい気持ちはない。あ本当、うん、でさ特にさ、僕らのやる女方ってのはその立ち役がやってもいい女方しかやってないからね、うん、僕の場合例えば岩藤とか、うん、ね、三輪有沙前の玉ねとか、だからね、そうやっててもさ、これは立ち役がやってもいいやつだからおかしくてもいいんだってこう自分で言い聞かせてやるわけよ、うん、だいたいこれは立ち役なんだからこれはまずくてもいいって言い聞かせてね、だからね、やっぱりそういうふうに言って、まあ今考えたんだけども、やっぱりその人人によってちゃんとこうなんていうのかな、こう対応し方をちゃんと考えてやってるっていう部分はあると思う、うん、それでね、夏お兄さんとはね、あんまり口論をしてはいけないっていうことをよく知ってるわけ、僕の中で、うん、そして口論してはいけないけれども、よく観察してその気持ちがこううごめいているところへスッスッとこう入っていかなきゃいけないってこと、じゃあのあって言ってるうちにちゃんと観察してるんですからね、ちゃんと今日はどういったとか、それでそれで今日はあこの時のこの芝居は何年か前かのこの時よりもこういう気持ちになってるなとかってこう見て、それにこう合わせていくっていう感じね、うん、それから高見ちゃんの場合はもう喧嘩してね、もう一緒に出るかなって言っても一緒に出てもパーンと出れば、なんていうのかな、そういうタイプがいろいろあるんじゃないだろうか。ずいぶん喧嘩したもんな。もうよく喧嘩したもんそういう、まあ、相性とかまあいろいろあると思うけども、まあ、前聞いた話だけどね、あの水谷先生と花柳先生はもう年中喧嘩してた、うんね、喧嘩してて、それでその水谷先生がなんかどっかあれしちゃったのかな、そしたらその病気、あ病気でね、うん、あそう、どういう関係なんだね、
いや関係はもうないんですけど、関係はない、うちの父の前の、あの妻ですね。でもそういう気持ちがあるということは、僕は喧嘩しちゃうとね、うん、ダメになっちゃう、あの人間だから喧嘩しないわけ。そうそう、それがねよくわかるのね、うん、僕こう一緒にやっぱりやってて、うんうん、そうでしょうね。だからそれはその喧嘩してもスパッとこう割り切って、うん、やっぱりっていうようなその気持ちとのそのつながりってどういうふうに消化してるのか、僕はねできない人間だけにね、うん、そのやっぱり舞台の上の喧嘩ってのは絶対必要だと思うけども、うん、それをどうやって割り切っていくかっていうのはね、僕にはないところだから聞きたいけども、うん、難しい質問やな。でも僕はもうなんかこう体全体はそうなってるからね、うん、自分でそれをどういうふうに解決してるなんて考えたことないからね、理論的には。ああもう喧嘩してる最中は本気よね。ああでもパッと忘れるんだよね、二度とやるかとか。ああもうねガーッと喧嘩してもパッと次にニコニコって会うわけよね、うんうん、だから喧嘩した方が残らないわけよね、うん、だからスパッとそれでもう空っぽになるわけよ、うんうん、でまた舞台で今みたいになったらまたこんちくしょうと思う時あるけどもね、あくる日また思って ねそれでもう廊下越しで言い合ったりしてて、それで帰り僕車ないんだけど、ほな送ってあげようかって送ってもらうでしょ、それであくる日も大丈夫だと思ってまた始まっちゃうって、うん、髪越しで喧嘩したの楽屋の隣の部屋と隣の部屋でガガ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 ガ、恐ろしい楽屋だったんですか。古い演舞場の時ね、昔の演舞場の時はもうねよくしました。怒ったところ見たことないけどさ、うん、腹立つことないのかな。結構腹立ってんだよ。隠してんのね結構。いや腹は立つわけ。え体が悪いそりゃ。いやそんなことはない。いやそんなことは決してないです。そうだね、うん、なんかどっかね あのねこうなんか喋っててもね、ああそうですかって違うとここう見て何かなったらもう金なんか、うん、おうおうそうね裏でやってるけどさ、うん、それをどういうふうに消化してるわけか。いや消化ってね、いや例えばね、うん、なんて言ったらいいのかな、まあ僕は喧嘩したら最後だってことは僕自身で分かってるわけね、うん、そしたら例えば舞台の上でももう少しこうしてくれりゃいいのになと、うん、ね思うわけと諦めるわけ。あ向こうがこうするんだったらじゃあ僕はこうしちゃおうと、うん、それで解決をしちゃうという感じかな。なんて言ったらいいのかな、まあこれ性分だからね。僕らでもあれをね、喧嘩できる人っていうのは少ないよね、うんうん、やっぱり今言ったようにこちら進歩してやらんならん場合もあるしね、うん、それはまあ先方もそう思ってるだろうけれども、まあ割合に3人とも歌舞伎やったり現代劇やったり、まあ僕も今月演舞場でやっとりやってるけども、そのバランスっていうのは僕の場合ね、先月国立でそのでんでんものをやってね、時代狂言やって、で明くる月、まあまあ衣装は時代だけども、まあ現代劇みたいなもんでしょ。そういえばなんとなくこう落ち着かないっていうかな、その変な感じするんだけど、君なんかどういうふうにこう。僕全然感じない。感じない、もうパッと変わっちゃう。パッと変わっちゃう。ああ随分簡単に変わんね。うん、だからね、まあテレビなんかも撮るでしょ、するともう撮影所は撮影所行ったらもうその気分になってしまうのね。うん、うん、で例えば昨日まで撮影してて、はい今日大時代の歌舞伎やりましたって何にも感じないですね。でも立ち役の方がまだいいだろうけど、うん、女方の現代劇ってどうなるわけ。そうね、僕も感じない方なんですよね、うんうん、でもこう歌舞伎のこの帯とね、うん、それからなんていうの、名前知らないけどこうお腹をキュッと締め付けてこういうの、うん、クリノリンスタイルっていうんだけどもね。 そう、うん、あれも苦しいでしょ。あれはね、何そうガッタじゃん、ガッタは下か、あれはねコルセットでね、いわゆるこうシェイクスピアとか古典劇はね割とこうきちっと着てるからね、うん、肩で着てもいいわけね、うん、でねあの辺になるとここだけで支えててね、ここは全然支えてないわけ、うん、ここはこうはだけても入れてもどっちでもいいわけ、ここだけでもって。だから昔の人があそこだけギュッと締めて
上着をさっと着てここだけガチャッと入れてるでしょ。その時にもやっぱり背中が痛くなった、うん、僕いっぺんあの衣装着たことあるね、うん、6名間だけどあれはね、ここがあるでしょこれが外れてるのが辛いのね。あ、肩まで肩が出てるのが、っていうことはどこも支えがなくてここだけで全部を支えて、ここ一個でね、それが苦しい。でも昔の人はそのあの頃の時代の人はね、こう胴を締め付けるとこのあばら骨がこう中へ入って、うんうんうん、昔の人こうなってたんだって、うん、これで圧迫性肝炎になったりして、それで昔の人は気絶したりとか早死にしたりとかしたみたい。八重子実習か、ね、水谷先生の、うん、あの時にそのみんなで高麗のおじさんがさ、あれ、滝の白糸やったりとかね、うんうん、んであの天地会、うん、天地会やったね、うん、でその時に僕があれやったわけよね、うん、そしたんでこうなるわけよね。もうね、胸がムカ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 してくるしさ、本当にたまらない。だからね、女の人って大体本当美への執着っていうか、なんかすごいもんやね、あれね、執念、執念ね。僕らあんなんできんわ、うん、で特に普段あんまりカッコ構わん男やからね。でもあれは大体こうやってさ、締めてスカートを履いてっていうことがね、うん、女の人が守られてるって意味になるし。あ、そうなの、うん、ちょっとこれいただきましょう、うん、しばらく、うん、休んで、うん、でもあれね、ずっと食べて、はい、うん、あの夏雄ちゃんのあれ今月のさ、ちょっと言わせてもらうけどさ、うん、顔してるけど、あのヒゲの格好があれね、ヒゲの格好、ポンとこが締まりがないのよ、うん、キワが、あ、キワがね、うん、こっちからこう出りゃいい、そうそう、こうこうなってるのね、ここ、うん、特にここが悪いんだよね、うん、下がこうピチッとしたね、うん、私は殿下とご一緒に百までも行きたいと思っております。どんなことがあっても、はい、どんなことがあっても、誓ってください。誓います。僕なんか荒事っていうのは限界に挑戦なんですよね、あれ、うん、あの和事やなんかそのやっぱりそのいろんな要素があって、演劇的には高度なんですよね、和事の方が、うん、荒事の方がよりあのシンプル、はい、うん、シンプルだと思うんですよね、うん、だから残ってるとか体力の限界に挑戦して皆さんに見ていただくより長く、だから六本屋なんかでも、まあ、向こうにこう上げ幕がありますけども、あ、これここの中まで入れるかなっていう、まあそういう気持ちで引っ込むんだけども、体力作りなんかはさ、今までは大丈夫としても、うん、これやっぱりしなきゃならないでしょ。体力ね、我々うちの中にねばっかりいるから、外へ出てやってんですよ、草辺に草野球ですか。でもね、ああいうもので養った体力っていうのはあんまり役に立たないね、うん、舞台ではね、うん、やっぱり全然さっきの話じゃないけどさ、全然違うのよね、使う場所がね、うん、的にはあの他の運動っていうのはあんまり僕も役に立たないと思うけど、うん、あの精神衛生上はいいよね。そうそう、そのファーッとこう芝居を忘れてこう、うん、
気分を転換する、うん、だからそういうための野球であり、うん、まああるいはまあ僕なんかゴルフやったりホビーの多い人間だけども、こちらは不思議ですね。何してるの、ね、こうやって言うと美しくなるけどね、うん、映画見たりとか、うん、本当にこうレコード聴いたりとか、それからやっぱり来月道成寺で今月休みなんて言うとね、やっぱり足腰がフラッとしないようにとかってやるな。何やんの。例えばね、こう立ったり座ったり立ったり座ったりの運動を毎日欠かさずやったりとか、うん、痛くなるでしょ、うん、それで相手から痛くなるっていうふうじゃないように一生懸命するわけ、うん、でどうしたって衣装を着て本番でさ、いくら稽古したってお客さんが入った時にやることとちょっと違うのよね、うん、どうしてもね、うん、それでさもう痛くなったりするんだけど、うん、それが最小限になるようにもやっぱり努力しなきゃ、うん、話ガラッと変わっちゃうけどさ、うん、ちょっと攻めようよえあれもういい年でしょ。あ、いい年なんてごめんなさい。まだ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 これから、もうそろそろ身固めなくちゃいけないね。もうそら ね、いや、あのね、うん、あの高尾兄ちゃんところ行こうかと思ったらもう子供さん夏尾兄ちゃんところ行こうかと思ったらもう結婚しちゃったしね、とうとうね、行きそびれあ、でも なんかちらっと結婚するんじゃないかななんて噂もあったけどね、あれは全く、まあ、なことやったあれはね、あそうなの、高尾ちゃん知ってるでしょ、うん、知ってる、あ、そうなの、うん、あれはさ、そのほら、週刊したくだらんね、うん、いや、そんなこと言っちゃいけませんいや、でも、あのね、あの一生独身でいようとか、うん、あのいつかは結婚しなければならないとかってあんまり考えたことない。あ、そう、うん、本当にだから非常に現代的な感覚なわけよ、うん、クール、ね、クール、いや現代的、現代的って言うけどさ、うん、昔はみんなそうだったルンルンってやつ、そうだな違ういや、でも僕がね、しなくてはならないっていうことがあんまりないのね、うんうんうん、いや、だから現在を楽しんでるわけ。まあ、そんな楽しいばっかりでもないけれどね、うんうん、だからさ、要するにその結婚したくなるような好きな人が現れないっていうことよね、うん、結局はね、簡単に言えばね、うんうん、みんな現れてよかったわね。おかげさまで。で、高尾兄ちゃんのところはやっぱり仲いいね。おかげさまで。本当にいい。いや、そうですとは言えないだろうけど。うん、いや、仲いいですよ。ね、本当にそう。大したもん。こんなこと言うからモテないのよ。え？そんなことないでしょ。いや、いや。よそりさんとかいかがですか？は？なんですか？よそりさんとかいかがですか？え？うちですか？ええ、うちはもうおしどりがね後ろ向いちゃうっていうぐらいの。それでもありがとう。なおモテる。まあどうぞ。ありがとうございます。しかしこの人モテるよ。うん。何にね。いや、大した。僕はモテないよ。何を言ってんですか。僕の浮いた方なんてない。全然ない。あれ目がさ、キョロキョロってなんで僕をどうしてですね、お互い立ち上げ同士じゃないですか。ね、女方をやっぱりこうね、いじめなくちゃ、これは。いや、でも女方いじめたら怖いからね。あ、怖い。もう、後でね。後で怖いですよ。後で怖いの。だって、嫁さんいじめたら怖いでしょ。え、怖くない。怖くない。本当にない、力がないよ。怖くない。怖くない。人前でさ、嫁さん怒ってさ、家帰ってさ、怒られてるな。なんなの。こういう話はやめましょう。やめましょうね。もうもっと真面目な話をしましょうか。花の子がなられて姫君様のためにも。何と申しても無駄なこと。ではどのようにおたり申しても出て行けと。そなたのことより世が一族の安泰こそ第一。まあ、ふるさとよ。今ほど懐かしく思うことはない。世にとっても伝来の領地は我が子の次に対する。ああ、人を愛してかかる災いを受けるとは何ということ。そうとばかりも言えんぞ。人それぞれに定めというものが。ゼウス様、この災いの種をまいた男、あの野草を決してお見逃しなさいますな。ヤレー北の舞台にスポットを当てます。これで東海道